さんだ。俺の爪はサソリの毒針になっているんだよ。もちろん致死量のな。おい、なんかやべえよ。天井が落ちる。うわあ！防ぎきれない。大事なものは手放しちゃダメだよ。ああ、そうだ。わかっている。もう俺は後戻りなんざできない。もう俺は。おい、どうする気だ悟空。三蔵をぶってく。バカ猿が、この炎天下の中を何キロもか。無理だって。だってしょうがねえじゃん。ジープだって使えねえし。だけど、だけど三蔵は死なせねえ。悟空。待て悟空、向こうに俺たちが乗ってきた飛竜がある。それを使えば簡単に近くの町まで行けるだろう。貸してやっても構わん。ただし俺を殺せたらの話だ。俺たちが勝てば魔天教門をもらう。貴様らが勝てば飛竜は貴様らのものだ。決着をつけよう。ドラマ CD 最勇気プライド。決着をつけよう、悟空。郊外地。俺は俺の大事なものを守る。それだけだ。どうしたのお前、なんか変だぞ。かい。キャノンダマラハンタギアと翼と。おい悟空、避けて。キャノンダマサラバーク。うわぁ。郊外人。何をためらう。郊外。間違えるなよ、俺は貴様の敵だ。貴様に戦う意志がないなら教門はいただいてゆくまでだ。魔天教門はそいつが持ってるんだったな。三蔵に触んじゃねえ。三蔵。悟空、三蔵は僕に任せて戦いなさい。郊外氏は本気です。おそらく彼は何かとても大事なものを背負って戦っている。今のあなたになら分かりますよね。大事なものを失いたくないという思いが。大事なもの。こう、お前はそれでいいんだな。俺はもう後悔しない。そうか、なら俺も止めねえよ。アムレ。俺の存在無視して話進めてんじゃねえっての、いじけちゃうぜ。俺が相手じゃ不満か、サゴジ。上等だぜ、独学人。遠慮しねえで受け取んな。こう、こっちは任せろ。行け。なあ、八海。あとでどうにかして俺を止めてくれる？悟空？俺今のままじゃあいつ殺せないから。だけど負けらんないから。まさか金庫。だから頼むな。
暗い暗い闇から連れ出してくれた。太陽よりももっと眩しい世界をくれた。なんでだろう。よく覚えてる。もっと、ずっと昔から、こんな思いを、俺は知っていた。失いたくない。悟空。これが、封印を解いた本来の姿の、その悟空だと。なんだよ今の。あいつ消えやがった。消えたんじゃない、見えなかったんです。悟空の動きが早すぎて。おそらく陸道の時なんかとは比べ物にならないほど。くそ、かい、お腹ぜいていたみりあう大きくじゃあらんらジンバケイロー、なんだもんだまさまくばく、のうけうりじゃけんりジンバケイひにけゆかま、砂漠そうか、オンバンドタサラバ召喚魔か。俺の召喚魔を消し去っただと。こう。悟空、これは戦いとかそんなもんじゃねえ。あいつ楽しんでやがる。サンゾ、あなたならどう思いますか、こんな悟空の姿を。そう。かなわねえ、かなうわけがねえ、こんな。冗談じゃねえ、たったの一撃でシャレになってねえっつうの。本当にシャレにならないのはこれからですよ。そうだな、これを止めろってか。無茶言うぜ。なあ悟空、いいぜ、来いよ猿。釈上がちっ、またの噛み癖つけてんじゃねえよ。そう、うわっ、悟空楽しそうな顔してんじゃねえよ。もう十分でしょう悟空。三蔵が刺されてから30分は経っている。そろそろ限界です。これ以上暴れ続けたら傷つくのはあなたなんです。悟空、もう言葉すら届かない。動きを先を見しても避けるのが限界なんて。悟空、五条、僕が押さえているうちに悟空の金庫を早く。うわー、発見。うわー、すみません五条。俺んとこまで八戒を吹っ飛ばすなんて。ふざけろよ。
止められるわけねえだろ、悟空。なんなんだ、あいつは。独学。妖怪なんてもんじゃねえ。化け物だ。でも、悟空なんです。じゃねえよ、このバカザル。三蔵、まさか。来い悟空、殺してみろよ、俺を。三蔵、本気で。来い。あいにくてめえに使うような無駄玉はねえよ。不本意だが、一旦引かせてもらうぜ。お互い体勢立て直そうや。あんたに言っても仕方ねえが、こんなの戦いじゃねえ、友倒れだ。確かにこいつが決意して吹っかけたことだし、負けは負けだ。だが俺はお前らを許せねえ。そうでしょうね。これで全員ですね。三蔵の体も危ない。とにかく村へ戻らないと。辛いでしょうが、行きますよ、ジープ。校長。運転変われ、破壊。寝ていてください、校長。あなただってさっき僕にぶつかって肋骨を。いいから。校長。変われ。惨めだろうが。お願いします。ああ、どうしたの？入ってらっしゃいな。怯えなくてもいいのよ。私はあなたの母親なんだから。母上、オイラにお話って何？こんなことしてあなたたち一体どういうつもりなの？玉面講師様のご命令です。え？王子様と従者が不在の今、計画の妨げになるのはあんただけじゃからの。
リリー様に何を。まあまあ、あんまりうるさいと太くて硬いの加えさせるよ。食いちぎります。いい目だね。その目に見せてあげるよ、とびっきりの茶番劇を。何が三蔵だ。所詮貴様らなど妥協するだけのただの人間じゃねえか。そうかもな。こんな拷問めいたこと、お前らしくもねえ。俺らしいってはどんなだ。このバカ猿って言って針線で殴れば、それが俺の知ってる三蔵だ。強くありなさい。現状三蔵。出ますよ。八回。でも少なくとも弱くはないでしょ。あなたはお目覚めはいかがですか。最悪だ。丸三日も意識不明で昏睡してたんですから、起きた途端にそれだけ悪態つく元気があれば十分ですね。三日も経ったのか。致死量の毒に侵されてあれだけ動いて3日で意識が回復する方が奇跡ですよ。あと少し遅かったら命はなかったでしょうね。実際僕らもどうやってこの村に帰ってこれたのか。あの少年が運よく僕らを見つけなければ全員揃って砂上の干物になってたかもしれませんから。郊外寺はどうした。独学さんが抱えて帰りました。逆恨みされちゃいましたけどね。俺はお前らを許せねえ。気持ちはわからないでもないですが。そうか。悟空なら五条と一緒に隣の部屋ですよ。あれ違いました。知るか、あんなバカ。前に僕にこう言ったのはあなたでしたよね。足手まといは必要ないって。バカは俺か。自覚あるなら少しはおとなしくしててくださいね。迷惑ですから。性格悪くなってねえかお前。すみません、ちょっと当たってるんです。僕と五条ではどうすることもできなかった。暴走する悟空を前にしてその圧倒的な力に恐怖すら覚えました。あの時止めてくれと悟空に頼まれたのは僕なのにできなかった。そんな自分に腹が立つんです。しかもこのことがかえって悟空を苦しめる結果になるから、なおさら。痛えよこのバカ。もっと優しく負けねえのか。うるさいな、我慢しろよこんくらい。だからハッカーにやってもらえっつってんだろ。てめえがつけた傷なんだから責任取れってな、このバカ猿。いいじゃんよ、大したことなかったんだからさ。肋骨3本も折っといてどうは大したことねえんだ。あ、だから悪かったって言ってんだろ。ちったら反省しろっての。散々暴れまくった上に一人で気持ちよく爆睡しやがって。ごめん。え、ほんとごめん。バカ、マジにすんなっての。お前の取った行動は間違っちゃいねえよ。
少なくともああでもしなきゃ郊外地たちを倒せなかったろうが、結果オーライじゃねえか。だろ？うん。だけど俺、記憶なかったけど覚えてるんだ。てが本気で殺そうとしてた。郊外寺だけじゃなかったんだ。五条や墓や三蔵まで。だから俺何すんだよ五条。なめてんじゃねえぞこら。てめえに殺されてやるほど落ちちゃいねえよ。第一殺されて詫びられるなんざまっぴらごめんだ。よく見ろ、俺は死んだか。殺せなかっただろ、ざまあ見ろ。大体俺は死ぬなら美人の上で服従し、てめえのアホ面で死ねるかっての。言ってなこのエロガッパー。てへへ。静かにしてくださいね。隣の部屋にまで聞こえてますから。三蔵、目を覚ましましたよ。おー、そんじゃ生臭い面でも拝みに行くか。って逃げんな猿。やだよ、離せよ。三蔵、絶対むちゃくちゃ激怒ってるもん。どんな顔して会えばいいんだよ。ったく、さっきまで人一倍心配してうろうろしてたくせに。三蔵だってそこまで心の狭い人間じゃないですよ、多分。だって、だからってこのままでいいんですか悟空。それは、三蔵。飼い主さんのご登場ってか。おとなしくしてろって言ったはずなんですけどね、ついさっき。悟空。何？喉が渇いた。缶ビールよこせ。うん。はい。のバカザル！いつまでもアホ面下げてんじゃねえよ。後先考えず突っ走るなっていつも言ってんだろうが、この薄らバカ。はっかい、全然心狭くなくないじゃんかよ。だから多分ってつけたでしょ。ふっ、何笑ってんだよ。笑ってねえもん。気色悪い。天の岩戸をぶち壊しましたね。素直じゃねえな、ほんと。三蔵様ったらテレヤさん。うわー、なんか無礼なこの佐渡坊主。そのうちマジで当たるぞ絶対。お兄さんたち、新しい包帯買ってきたよ。日頃の行いが良けりゃ当たんねえよ。てめえにだけは言われたくねえな、この生臭坊主。そこどけ猿。猿猿言うな、赤ゴキブリガッパー。赤ゴキブリだ。ありがとうございます。作りやがったこのゴキブリだからゴキブリつってんだろうが。うるせえよサルカッパー。じゃあこの触覚は何だよ。賑やかだね。バカ。バンじゃねえって。いつものことですか。このバカコンビ。お兄ちゃん、助けて。リリン、こう、気のせいか。この失血量じゃ意識が戻るはずはないしな。おかえり、ニジン。ずいぶんと派手にやられたもんだね。早々に治療が必要だ。どけ、邪魔だ。釣れないな。せっかく僕が見てあげよう。触るな！てめえみたいなうさんくさいマッド野郎に任せられっか。あばよ。一応言っとくけど、あのクスシのお姉さんならいないよ。なんだと。
彼女なら玉面講師様の命で使いに出ました。城内を探されれば分かることです。さてどうする。君の大事な主君は一刻を争う状態だ。うさんくさいマッド野郎だけど、僕も一応生命工学者だからね。ほっとくと死ぬだけだよ。こう頼む。短歌を。ええ。言ったよね、大事なものは手放しちゃダメだよって。ドラマ CD 最勇気プライド。出演三蔵関俊彦、悟空星総一郎、五条平田博明、八海石田明、郊外寺草尾武、独学寺小杉十郎太、八尾根皆口優子、リリン川上智子、玉面講師佐藤忍、ワン老子辻新八、ファン博士相沢恵子、光明三蔵宮本充、ジープ岡島妙、少年斉藤理恵、レンリー田中敦子、ニージェイン大塚宝珠。なあ、どこまで行ったら町に出んの？確かにずーっと森の中だな。もうしばらく我慢してください。ジープもあまり調子が良くありませんし。なあ、つうことはさ、今日も野宿か？その可能性は否定できませんね。だあ、腹減った。うるせえ、草でも食ってろ。つうかさ、野宿はまあいいとしてよ。なんです？やっぱさ、俺そろそろ問題だと思うわけよ、俺としては。まあなんとなくわかりますが。だろ、猿と坊主には神経なんかねえからどうでもいいかもしんねえけどよ。てぇ、何か言ったか？殴るんだったら聞くんじゃねえよ。なになに、何の話？悟空、体かゆくないですか？あ、そういや、なんか。ほらな、神経通ってねえんだろ。俺を一緒にするな。悟空、僕たちもう一週間以上もお風呂に入ってないんですよ。え？あ、そっか、そうだよな。あー、やだやだ、おざるだわ、おざる。そしたらお前だっておがっぱだろうが。まあ悟空は500年間お風呂に入ってない記録を持ってますし。あれ、まあな。なんだよ。お、なんかあそこの池さ、湯気立ってんな。ええ、あまりにも都合が良すぎますが、あれはおそらく温泉だな。すげー、ひでー、ふひゃー。まったく、このメンツで露天風呂かよ。まあ入れないよりかはいいですよ。まあな。それにしてもこれはなかなかいい温泉ですね。温度は 41.2 度、泉質は透明なアルカリ性単純泉、傷を癒すのに適しています。かけ流しなのは基本でしょう。お湯も大量に湧き出ていますね。詳しいなお前。婦人病にも効くんですよ、五条。女好きが治るかもしれんぞ。よく疲れよ。誰が女好きだって？お前以外に誰がいる？は、分かってないな。
俺の香り立つフェロモンにお姉ちゃんたちが群がってくんだよ。ま、どっかの坊さんには無縁な話で悪いけどな。たおい、この状況でどっからハリセンなんか出てくんだよ。俺に不可能はない。あ、これ表面 PP 加工してますね。道理で水にも強い。感心するな。なあなあなあ、え、ちっ、なんだありゃ。おや、まあ、なあ、すげえだろこれ。どうしたんです、その食べ物の山は。向こうで小猿が溺れかけてんのを助けたら、親猿がお礼にっていっぱい持ってきてくれてさ。お前いつの間に本物の猿と会話できるようになったんだ。すっげえうめえ。みんな食わねえの。そんな得体の知れない猿が持ってきたもんなど食えるか。ええー、みんないい奴らだったぜ。悟空、完全に猿と同化してますね。たく、知らない奴から物もらっちゃダメなのよ。腹壊しても知らねえぞ。こんなにうめえのに腹壊すわけないじゃん。アホ、放っておけ。そろそろ行くぞ。あ、そうだな。なんとか今日中には町へたどり着きてえしな。ほら、悟空も行きますよ。うん。ああ、そうだ。そういや、これももらったんだ。ああ。何です？困ったことがあったら開けるようにって。なんか、ちっせえ箱だけど。すんげえ怪しさ炸裂。というか、悟空、やっぱり完璧に猿と会話してますよね。おい。うん？ま、服がないぞ。あ、そういや、さっき食い物もらうとき、あいつら代わりになんかもらってくって。おお、それでお前はなんて答えたんだ。え、いや、ったく中途半端なコミュニケーション能力持ちやがって。あ、でも大丈夫、経文だけは渡さなかったから。ほら、お前、全裸の俺の肩にこれだけかけろってのか。猿語を操る前に正しい判断能力をインストールしないとですね。その前にその脳みそは廃棄処分だな。ああ、そうだ、困った時には開けてみようぜ。誰のせいで困ったことになったと思ってんだよ。やめておけ悟空、そういうもんはろくなことが起きんと相場が決まっている。ああ、普段ならともかく、全員マッパの今なんかあったら、いろんな意味でシャレになんねえぞ。だから、くれぐれも開けちゃダメですよ。て、もう開けちった。アホザル！うわ、すげえ！これは、温泉が決壊しましたね。それだけじゃなくて、大量にお湯が噴き出してるような。わあ、なんだこの水の量、葉っぱじゃねえぞ。あ、ジープが。この腐れ猿、だから言ったのが。ごめんなさい。そういえば、それでも禁断の箱を開けてしまうっていうところまでがパターンでしたね。まあ、流されながら悟るな。ほら、でもこのまま流れていけば森を抜けて早く町に出られるかもだし。やろう、4人がすっぱだかでか。佐藤、その教文ちょっと貸していただけますか。あ、俺にも使わせて。お前ら、俺の教文を隠しに使うんじゃねえ。いいじゃねえ、ちょっと貸してくれよ。貸してせ、このまま お疲れ様でした。本当に。え、これ始まったんですか。そう。久々のおまけトークで。久々でしたね。なんかね、すごい懐かしいですね。もうね、何年ぶりぐらいの勢い。うん、もうこの間やって以来だよね。この間、え、それは間違いないんですけど。この間でいつですか、この間って。うん。何一人だけ原稿読んでんの。うん、いやいや、なんか、ちょっと流れはどんなんかなって。仕切ろうとしてる。いつも流れなんかない。イラストやってくれんだったら別に僕見ませんよ、ほら。え、私が司会進行しましょうか。あ、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。佐護城役の平田博明です。はい。はい。どうでしたか、今日は。今日は、本編から、ぴょんと飛びまして、はい。ボーナストラックおまけ
ドラマの。うまくいきましたね。みんなで温泉行ったというところから。温泉行ってきました。さあ、各自、どんな旅行へ行きたいかと。温泉ダブってもいいけれども。うん、みんな宿題ですよ。温泉いいですね。考えてきました、どこ行きたいか。いや、別に考えてはいない。僕は温泉。うん、僕も温泉。じゃあ僕も温泉。僕、スーパー銭湯。何スーパー銭湯？いや、近くにもあるんですよね、うちの。近くにも。銭湯だけど、スーパーなの？そうそうそう。え、スーパーどこら辺がスーパーなの？いろんなお風呂があるんですよ、ね。電気風呂だ、なんだっていう。なんだよ、ラジウム湯みたいな、茶色いお湯のやつとか、あとなんか電気風呂とか、あ、電気風呂。あと寝てなんか、シュワ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 、なんかソーダが出てくるようなやつ。へぇ、ソーダ風呂。泡が、ソーダ風呂。ジェット気流とか、もう、あぶく銭のようなあぶくが、もう、銭かよ。銭のように。うん、あれ、ジェット気流ってずっと当たってると、かゆくならない背中とか。そんなずっと当たってんすか？そうですか？すっごい昔ありましたよね。市販のやつだかなんだか知んないけど、通信販売かな、うん、ジェット気流のやつの、これ。それ買うと、家庭がジェットバスになる。ありましたね。商品名は、バーガザル。結構あれは問題あった製品だったんですよね。あ、そうなんですか？違いましたっけ？もう一回これにも P が入るじゃないですか。さっきも P があったけど。いませんでしたっけ？大丈夫でしたっけ？今でもでも、細々と通信販売、なんかテレビの深夜の。あれ、良さげだけど、大きな機械をドンと置かなきゃいけないでしょ、うん、ね。みんなはさ、まあ、巷でいろいろ言われてる、その温泉の素、うん、あれ、自宅で使ったりなんかしますか？僕大好き。温泉、もう使いまくりですよ。本当？毎回。あれでもさ、うん、お風呂の気候によってはさ、目詰まりしちゃったりしません？あ、今まで詰まったことないですよ。どうなんだろうね。あ、そう。うん、昔住んでたところで、目詰まりしちゃって。へ、あ、じゃあ、それはね、浅草のね、なんとかの湯の花。あ、いろいろ買ってきて、自宅に投入したんだ、うん、投入したんだ、そうしたら詰まっちゃって、鼻が。大変なことになっちゃったんだ。じゃあ、薬局で売ってるような市販の、温泉の素みたいな。なんか、青いのとか。もう、お風呂場に入れるっていう前提で作ってあるんじゃなくて、天然の湯の花を。そうそう、それはその時でした。でも、それはでもお風呂に入れるためのもんでしょ？そうだけど、なんか、そういうトラブルに関しては何も考えてないじゃないですか。そうそう、天然のものだから。量間違えたんじゃないの？うん、そんなこともなかった。やっぱり良くないかったみたいな、まあ、あとさ、最近外国のでさ、うん、思いっきりみんなどこ行きたいかって話から温泉に限定されてたあんま日本の製品だけど、誰もっていうか平田さん以外自己紹介してないですけど、いいですよね、今更ね。今更もう分かりますよね、声で。大体分かればいいんじゃない。今のが関さんです笑った順番で言うと、石田さん、星さんです。みんなご存知ですよね。はい、そう。バスソルトってお塩系のあるじゃん。どういうのそれ。ソルトないのよ。はい、バスソルト、うん、もちろん香りがついて、ラベンダーの香りがついてるんだとかさ。それ入浴剤なの？入浴剤なの。だってバスソルトだもん。うん。でも、わかんないじゃん。それでなんかブーブー乗るのかもしんないじゃん。乗るってどうしよう。舐めながらバス乗るのかもしんないじゃんか。そっち持ってく？うん、いい、ごめん、パスごめん。また俺もそんな。楽しすぎてくれ。ああいうのってなんか釜が錆びたりしないのかなと思って。ああ。その、関さんの湯の花詰まった事件。穴開かないもんかいな。ね、なんか詰まるんですか？詰まるんですか？なんか。この人ダメだ。でも可愛いのはあれですよね。なんか、石鹸みたいな、こう、ちっちゃな、なんか、ハートマークのな形のやつをお風呂にこう入れると、ね、中から人形が、ぷらんってこう、溶ける、ね。なんかそう、ね、中に隠れてるやつね。当たりがあるやつ、ね。あれでなんか、最有機グッズ作ろうって企画が。あ、そうだ、言いましたね。あれはちょっと、ボツでしたね。まだ間に合うんじゃん。もうダメ、ね、T シャツ作っちゃったから。あ、そうか。あ、そうか、T シャツね。っていうか、思いっきりその、最有機温泉。温泉。五条の湯。五条の元。うん、元ってなんか言ってました。いいですね。あ、なんか言ってましたね。俺、中の元。そのなんかさ、五条の元をさ、お風呂にこう入れるとさ、もう湯船が真っ赤になるの。血の色のような。なんか嫌だな。やめてよ。素敵かもよ。三蔵の湯は何なの？みんな入ると怒りっぽくなるの？楽しい。性格変わるんだ。それは。で、猿の湯入るとみんなやる気なくなっちゃう。違う。みんな食いしん坊になるんですよ。食いしん坊になる。やる気はなくなんない。やる気なくなっちゃうんじゃないんだ。八回の。八回も言おうと思って考えたんですけど、何も浮かばなかったんですよ。やっぱり緑色でしょうね。緑色の湯ね。色だけか、インパクト弱いな。サンダーバード色っていうの？ああ。二号色。そう、こういう色ね。わかりづらいね。見ませんから。なんか特徴を作りたいよね、八回でね。なんで、まあまあ。もう缶入れようよ。まあまあ。まあまあ。なんか、こう、すごいさ、でっかい、球体のさ、丸いものがあって、それをお風呂に入れて、それが溶けてって、入浴剤になっていくんだけど、最後に中に入ってんのよ。うん。
すごいおまけが。すごいおまけが。まあ、恥ずかしくて言えないよ。なんだよ、それ。何を思ってます。なんだろうね。なんだそれ。あ、でも、あの、お風呂に球体って言えば、あの、お風呂入った時に、タオルで、こう、風船作って、あ、やったやったやった。って遊びませんでした。ありましたね。今、急に思い出したんですけど。うん、ありましたね。やった世代。みんなやった世代。懐かしい。懐かしい。でも、これ聞いてる人たち、何それってなもんで。え、あ、それって、世代のもんなんですか、うん、昭和の中盤ぐらいだよ、ね、ああ、もう平成はやらないんだ。え、お風呂で小さい頃何して遊んでました？お風呂。僕はよく言う。お医者さんごっことかしてたでしょ？医者さんはやってそうです、ね。さすがに風呂の中ではやらなかった。あ、それ大人になってからだ。大人になってから。大人になってからやらない。僕はよく湯船の中で。殺すぞ。中でですか？外です。外です。赤ちゃんの頃。あの、入浴剤。ああ、入浴剤？何だっけ？あ、でも、というか、物心つく前に、銭湯に連れてってもらってた頃に、うんうん、あ、なんか、お父さんの話だと、はい、しちゃったらしいですよ。選ばよくある。殺すぞ。そっちを。バカザル。だからお父さんが慌てて流したっていう。ああ、セーフだったかな。だから、セーフ。まあ、ちょっと遠い人にはわからないかなっていう。それもすごい入浴剤だね。でこういうのやったりなんか一言とこう、俺よくうまくできないんだけど。あ、ピュッピュッピュッ、手をこう、手こう合わせる。あ、やりましたね。あれうまくできんのみんな。昔はできたけど、声変わりしてからできなくなったね。あれ、声変わりと同時に手のひらの形が変わるみたい。そうそう。あれ、上手い人ってさ、本当にシュパッシュパッってこう。ピンポイントでね。まるで何そういう魚がいるじゃないですか。鉄砲王。鉄砲王、鉄砲王。まるで鉄砲王のような手をしてる、ね、おじさんのような手をしてるんですよ。どんな手だ？あ、いたいたいた。あ、みんなじゃあお風呂は好きなんですか？短いけどね。好きですよ。カラスの行水ですけどね。あ、やっぱそうなんだ。暑いの苦手。暑いの苦手。でも好きですよ。で、本当は長風呂がいいんでしょ？ゆるめの湯で。ゆるいのじゃない。ぬるいのにゆっくり。ゆっくり。ゆるいのにぬっくりって。すみません。ゆるいのにぬっくり入るらしいですよ。あ、そっか。みんなでも、なんか早く出そうな感じしますね。一番せっかちなの誰だろ、こんな中で。ああ、やっちゃんじゃない、やっぱり。俺、早いかな。でも、お風呂って基本的に疲れませんか？あんまり長風呂してると。そうですね。体力が使えますね。疲れを癒すために入ってんのか、疲れてるのか、どっちなんだみたいな。ある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 。飽きちゃうし。ですね。よしくんちのお風呂なんて、おもちゃいっぱいあるんだろうね。ありますね。本当かよ。本当？まさか、まさかあの禁断のぬいぐるみがお風呂場にあるとか。禁断のぬいぐるみはないですけど、あの、モーターで動く。本当？イルカはあります。それ何？一人で使うのそれ。いや、最近は使ってないですね。やっぱ最近、じゃあ最近のちょっと前は使ってたの？まあ、ちょっと面白い半分で。最近のちょっと前っていうのはね、おとといぐらいまで使ってた。いやいや、もう、あの、去年、いや、おととしぐらい。キャラクターのシャンプーかなんかに、ね、それもないですね。仮面ライダーの首取り。それ売ってんすか今。さっき見ないけど。シャンプーするとき、シャンプーハット被るでしょ、星くん。いや、今は被りません。今はってね、おとといぐらいまでは被ってた。おとといはなんでそんな近いんですか。でもあれです、僕、あの、クレオパトラありますよ。え？何クレオパトラって。あの、あるじゃないですか、この、ライオンの口から、わーってこう、水が出るやつ。え、そんなお風呂なの星くんち。そう、僕んちそうなんですよ。ちょっと待って、それをクレオパトラって言うんですか？クレオパトラの湯。こう、ライオンがついてんのお風呂に。ライオンついてるんですよ。ぺったんってつけるんですけど。ぺったんってつけるんだ。見て見てー。モーター組み上げ式のね。今ちょっとね、電池なくなってね、あの、うーんって稼働しないんですけど。ねえ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 、それ楽しい？意外に楽しいです。意外に勢いあるんですよ。かえって貧乏臭くない？そうだよね。うん、確かにそこだけ違和感あるんですけどね。浮いてますけどね。お風呂に凝るタイプなんだ。え、口から湯が出るようにするには、結構な工事しなきゃいけないんじゃないの？いや、下から湯船の湯を引き上げてるんですよ。ああ、そうなの。いくらぐらいすんのそれ。ね、どんぐらいでしょうね。僕、もらいもんなんですけど、でも、あれですよ、単一電池は4つぐらいですよ。必要なのは。なんか、そんなに高いもん。って感じがするね。ちっちゃい声になって、なんかこんな、温泉話だけで盛り上がっちゃったけど、ね、特に他に行きたいところとかなければ。行きたいとこはなんか、のんびりした旅行外国とか。のんびりした外国っていうのは何？のんびりできるとこ。のんびりできるところ？こう、あの、疲れを癒せるように。なんか具体的に言わないと。どっかね。どっかね。例えば南の島とか、南の島行きたいんだ。あ、南の島行きたいですね。乗るなよ。北の島も行きたい。
北の島。北の島。のんびりできなさそうだよ。すごい寒そうじゃん。ああ、夏に。夏にね。夏に行きたい。秘書にね。カナダとか行きたいね。島じゃないし。あの、石田さんちょっと。まあ、締めは星くんにやってもらうんですけど。締め、締めて。ちょっとその前にギュッと。身のあるトークをしてもらってから。ああ、でも、旅行とかって久しく行ってないですね。本当に。行かなきゃ打ち上げ旅行。うん、そうだね。だから僕旅行のイメージだと、昔家族で家族旅行に夏は海とか、そういうのなんですよ。下半島。だから僕中部県の出身ですから、なんか、そこら辺の。そこら辺のね。ええ。下半島じゃなくて。いや、名古屋界隈泳ぐとかあんまないんです、まあ、名古屋港では泳げませんけど。ね、知ってんだ、なぜか。海、旅行といえば、だからそういう近場の海。そういう発想しかなくて、すごい貧困なんですよね。貧困発想が発想が。でも、でもそうだよ。旅行って何ができるんだろう、他に、みたいな。なんだろう、ね、やっぱ温泉場で卓球かな。割と平凡なところ来てる。すいません。関さんは？例えば山で秘書をするとか。山で秘書、うん、山で秘書とする。いや軽井沢とかさ、そっち関係なんか過ごし方とか。流しなさい流しなさい。軽井沢って行ってみたいな。軽井沢いいですよね。涼しいよ。会津は行かなくてもいいかな。まあ別にいいですけどね。どうですか皆さん。暑いです。大体出し尽くしましたか。まあそうですね。っていうか温泉で終わっちゃ全部尽くした。いいんじゃないみんなおっさんだから温泉で盛り上がって。日本人ですからね。僕はおっさんじゃありませんって顔してこっちを睨んでるよ。いいのいいの。じゃあ最後に締めてもらって。何を締めですか。何をってこのトークをでしょ。なんかあれですね。でもなんか温泉話も結構面白かったですね。CD ドラマの中身。あ、中身、うん、おまけドラマの中身の感想全然言ってないんだもん、平瀬さん。おー、仕切ろうとしてるよ、この子は。うん、中身はね、面白かった。あれですよ、平瀬さん、極にやられそうになってましたね。どこで？あ、本編の方、そっち。本編覚えてない。あ、そうですか。うん、もう、この温泉話で全部すっ飛んじゃった。あ、温泉行きたいですよね。またそこに戻るんだ。これさ、リピート形式にしていただいて、終わるとまた次の話に、最初のと繋がってくれるから。そう。延々と、エンドレス。お客さんもいっぱい聞けるかもしれない。だからこのさ、おまけトークのとこだけさ、今は懐かしいさ、カセットテープの、エンドレステープ。エンドレステープ。ありました。いただいて、で、そこでこう。3巡ぐらいしたらみんな怒っちゃうんじゃないやっぱあれですね、オーロラを見にアラスカ行きたいですね。何を読んでるの？オーロラは僕見たいものの一つですけど。あ、本当に、まあ、乗ってきた。でもこれで終わり。まあ、あちこちで行ってるもん。まあ、機会があれば、もしかしたら、みたいなね。西遊記。西遊記でオーロラツアー？ないかな？ない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 わ。なかった。うん、というわけで、はい、長らく皆さんお待たせしました。終わりの時間になってきました。終わりの時間お待たせてたんだ。早く終わんねえかなとか思ってんだ。やっぱり締めは星くんに限るね。さすがだ。CD もうすぐ終わりの時間なので、ラジカセのこの電源を切るの忘れないように、ね。ラジカセなの？コンポ。はい。コンポでね。ラジカセって。あ、そうか、エンドレステップだからか。そうです。もうそれにしちゃったんだ。決してちゃんとね、もう夜も更けてきたんで。あ、もう夜なんだ。聞いちゃいけないよね。すごい限定してるな。すごい限定だな。というわけで、また皆さんどこかでお会いしましょう。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではおやすみなさい。おやすみなさい。歯磨けよ。